あなたがいて子供たち、あなたがいて子供たちがいる。今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。はい、今回は超絶 EX ミリアーデ、まあ新しいね、EX、 こちらの攻略解説の知っていきたいと思います。まあ初手はさっきみたいに縦で、まあミクちゃんの場合はやってもらったらね、うまいこといくとネクロン一手で処理できるんで、かなり楽に立ち回れると思います。ワクワクの実に関してなんですけど、今回アジンのキャラクターがクオン、アルビレオ、ミクちゃんとなっております。同族劇種で身の共有が可能なんで、まあここはね、あの変更しようかなと思っております。まあ将兵名とかね、この辺積んであげるとだいぶ楽になるんじゃないかな。で、紋章なんだけど不屈の必殺、これ優先度高めかな。あのプヨがね遅延ぶちかましてくれるんで、まあちょっとその辺で入れとくと対策できるかなと思います。あと対比対弱、まあこれも優先度高めで、ヒーリングロールに関してはまあできたらでいいんじゃないかなぐらいのレベルで、ステージ情報なんですけど属性効果アップとなっております。まあ優位属性の場合は 1.5 倍、超バランス型の補正が 1.27 倍、だから超バランス型の恩恵っていうのは、まあ超絶アップとかね、この高難易度とかに比べるとちょっと少ないかな。超アンチダメージボールが 1.3 倍なんで、まあそれよりちょっと低いっていう感じで、まあハートなしのステージなんで回復手段としてはヒーリングウォールになりますと。でちょっと重要なところなんだけど、味方に触れると攻撃力がアップします。これは1体で OK、 あの複数に触れれば触れるほど攻撃力が上がるっていうステージではございません。各ステージの初手、これが味方に触れながらプヨをまあ処理するルートを取ることがここでは多いかな。でこれミスっちゃうと、まあちらっとさっき言ったけど、まあ遅延食らっちゃう。でストライクショットを使用しないと、まあ厳しい場面の時に、まあ SS 使えないってなると、んむちゃくちゃ危ないので、まあやっぱ紋章の不屈の必殺、これはねつけとくといいと思います。で全ステージ共通なんだけど、感染毒があります。今ポヨンって食らったよね。でこれが2ターンごとにやってくるので、これをやってくるのがビット中ボスボスになります。で感染毒がついたキャラクターに触れると、まあ移っていくと他のキャラクターに。で、まあ、感染毒の状態で他のキャラクター触れると、まあどんどんあの広がっていっちゃうので、まあ、そこを要注意、広げないように注意してください。でこのダメージが2万5000とね結構高いよね。で状態異常回復とか、まあ、さっきのねステージで出てきたヒュドラのドクロの効果で、まあこの感染毒っていうのは解除が可能になります。で敵キャラで覚えておく攻撃、これがございますと。今食らったねプヨリン、これの遅延マジうざい。でプヨリンを倒すと、まあ、ドクロの効果がヒーリングウォールの展開になります。でネクロ、まあ、ここのステージではねもう出てきてないけど、あの蘇生とあと大きな数字が白爆発になります。即死ではないけどそこそこダメージ大きいので、まあ、食らっても1体までくらいにしておきましょう。でドクロの効果が弱点の出現となります。まあここもそうやね、ここあごめんなさい、ここはあここもそうやね、クロスドクロ、クロスドクロがそうやと思う。うん、あの中ボスだから右のヒュードラか、ヒュードラを倒すとまあボス中ボスに対して弱点出ますよ。はい出ましたね。うん、でこのスペラールっていう中ボス、うん、これが、まあ、あと種族はユニバース族ね、上が感染毒、下がねおそらくこれ即死じゃないかな。今んとこ1回も食らったことがないので、ちょっと食らっちゃったっていう人は教えてくれるとありがたいです。でボスミリアーデに関しては上の感染毒と下の即死、まあ、この辺覚えといたらね多分問題ないと思います。ここからはちょっとキャラの情報について、いきたいなと思います。アトランティスやね。まずこのキャラクター反射弾やけど、ストライクショットで貫通変化できるので、まあ、編成しても全然問題ないキャラクター。
で気功封じ M を持っておるんでボスと反射員に対してキラー効果、あとバイタルキラーと超アンチダメージウォール持ってるから、まあ火力的にはすごいいいキャラクターになってくるかな。でストライクショットが4ターンと16ターンの最大20ターンで1段階目がね10倍なんですよね。だから1段階目でバッカバッカ使っとると、まあちょっと火力出したい時に出せなくなるので注意で、2段階目に関しては 1.6 倍、だけどさっき紹介したボスとかに関してはキラー効果がぶっ刺さるんでそこに対して 1.6 倍、だから、まあ、結構火力出せます。ただ、まあ、追撃ダメージっていうのは期待しないでほしいかな。で状態異常回復を持ってるキャラクターだから、まあ、2P に編成しておくと 4P でステージを抜けた時に状態異常回復、ちょうどアトランティスの時に誰かが状態、感染毒を受けることになるので、まあ、これでね解除できて立ち回りやすくなります。だからまあこの編成やったら 4P のクオンで抜けてあげると、まあ、アトランティスで毎回毎回、うん、解除できるよねっていう形でアドバンテージがね非常に大きくなる。でもう一体のキャラクターがアルビレオ、まあ完全ギミック対応で通常ガチャ限の貫通キャラクターっていうのはこのキャラクターのみになります。他になってくるともう限定キャラクターとか期間限定キャラ、まあコラボのキャラクターとかね、こういう今編成してるミクちゃんとかになってきます。でアルビレオアルファ、あ、ごめんなさい、アルビデオ、これ超バランス型の補正と超アンチダメージウォールでストライクショットがね弱点ドンになります。弱点往復時はね火力出せるんやけど、まあ2段階目がね約 2.0 倍、あ、うんうんうん、そうやね、うん、弱点1回つくと 2.0 倍、2回目で 2.64 倍になります。これ自強化込みの数字になります。ただここのステージね味方を触れる必要があるよね、じゃないと火力出ないんで、ってなると弱点往復っていうのはかなり条件が限られてくるんで正直難しい。火力を出すっていうのはちょっとね、うん、なかなかこうむちゃくちゃな火力は難しいね。うん、でちょっと補足します。このキャラクターねビットンブレイカー持ってるんですよね。だからステージ上のビットン破壊したら、であいつがあのビットンがね感染毒バーンって巻いてくるから、ぶっ倒したらいいやんと思ってたんやけど、あの破壊無理っぽいです。あの視聴者の人でやってくれた人がいて、無理やったって言ってました。紋章とか積んでも無理やったって言ってました。はい、で、まあ、今回のねおすすめの編成の仕方なんやけど、まあ HP はねミクちゃん、これはね1手目の時すごい楽に、1捨てがすごい楽になるからミクちゃん所定で置いてあげるといいんじゃないかな。まあ置ける人はっていう話ね。で 2P に状態異常回復のキャラクターで、 3P はねまあフリーかな、まあアタッカーのキャラクターでいいと思う。まああのここ、うん、他のキャラクターでいいかな。で 4P にクオン置くと、まあ、ちょうどクオンやと他のキャラクターが例えば感染毒になってるっていう状態でも HP がまあマックスに近いような状態、状態異常レジスと持ってるから感染毒を受けてるキャラクター触れてもこう広げる心配がないの。だから、まあ、4P クオンにしておくとまあ楽で、なるべくこのクオンで抜けていくってするとこの攻略っていうのはむちゃくちゃ楽になります。なんで、まあ、そういう形でやってもらうのが一番かなとは思う。でこの編成はねやっぱり編成難易度下げてあるから、まあ、そこそこ難しいっていうのはあるんやけど、でもね十分に攻略できるので、ぜひキャラクターいないよっていう方はこれ真似してやってみてください。攻略できると思います。はい、お次は、まあ、これが超簡単っていう、編成かな、まあ、さっきよりね編成難易度ドカーンと上がってたんや、上がってるんやけど、まあさっきアトランティスでやってたことをナポレオンがやれる。うん、でナポレオンはストライクショットも自強化っていうところもあるし、まあ十分にねあの強いキャラクターなんで、ナポレオンしかも貫通やしっていうところがあるから、まあ、立ち回りやすいよねと。で状態異常回復持ってるから、まあもうコツはさっきと一緒、クオンでなるべく抜けるようにしてっていう感じかな。うん、で貫通のキャラクターやから基本的にまあ火力は出しやすい。でミクちゃんも2体いるとネクロンの処理がねキラーぶっ刺さって非常に楽っていうところがあるよね。でまああとはストライクショットだよね。
ミクちゃんの場合ストライクショットを打って、カウンターキラーと非属性キラーでしょ、で遅延入るでしょ、アクセラレーター状態でしょ、もう完全バケモンなんでミクちゃんって。だからまあミクちゃんを2体編成することでまあむちゃくちゃ楽になると。で場合によってはクオンにあのミクちゃんにとかでもいいけど、まああんまり感染毒を広げるリスクとか考えると、まあ、極力まあ、状態上回復のキャラクターを追った方が立ち回りやすいかなっていうのはすごい感じた。だからぜひね、まあ、このキャラクターでもキャラパワーさえあれば正直感染毒を避けながら、まあ、こう感染毒広がっちゃうなっていう時は無理せずに、あとはストライクショットとかで切り抜けていくっていうこともできると思うから、まあ、その中でもこのキャラクターたちは非常に楽だよね。いう感じかな。まあもうキャラのアドバンテージが非常に高いので、このキャラクターで編成すると、さっきの編成用がもう楽むちゃくちゃ楽です。なんで、まあ、ぜひね、ちょっと、まあ、攻略難しいなっていう人は、こういう編成、キャラパワーで行くんやっていう人はマルチとかでもいいからこの編成組んでもらうといいと思います。でソロとかでやっぱりキャラクターいないなっていう人はこの前に紹介した編成とか参考にしてもらってやってもらうのが一番やなと思います。まあ、正直ねネッテ騎士っていう爆絶の EX に比べるとまだ正直ミリアーでは優しい方かなとは思う。でもこのミリアーデって重心化のキャラクターで超砲撃型にすることで、まあ、爆発友情とかで誘発した時に等倍でリフレクションリングをばらまける降臨キャラクターというところで、まあ、結構今騒ぎになってるよねっていうキャラクターやから、まあ、ぜひぜひねちょっと頑張って運極、まあ俺もね頑張りますので、まあ、一緒にね皆さんあの運極目指して頑張りましょう。まあ、今回の動画ちょっとでも参考になったっていう方ね、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。